やっぱりタイムラグがあるので、うん、ね、東京は高等ですけどね、暑さに伝播してくるまでやっぱり時間の差があるんですね。まだ暑さはその緊急であるけれども、うんうん、現象面としてまだ利益しないという、うんうん、そういう状態なんですね。なるほど、はい、コロナという病気そのものに対する、うん、その変ね、どういうふうに変わるかというね、うん、病気そのものがどういうふうに変わるかというね、うんうん、そういうような見方をまず最初した方がいいと思うんですよ、うんうん、でその次にね、コロナ感染がもたらす経済収縮だとか、経済の収縮だとか、社会環境の変化というね、どういうふうにあの社会環境が変化していくのかね、はい、そういうのをあの新聞とか TV とかで、じっくりその現場に立ちながらね、そういうのをあの見通さなきゃダメだと、これがその次に来ると思うんですね。最初はあの 病的なものだとか、うつ病だとか、それメンタル面 その体験だとかね、そういうのが入ってくる。でそれが落ち着き、その次に落ち着かないけども、非公的なことですけども、次にはそういう経済収縮ですね、うん、今休業だとかね、うん、始まってますね、うん、でそういう状態をがちょっと見極めなきゃダメだと思うんですね、うん、でそれと並行して我々が本来やってる自発問題が、ね、いつから始まってね、どういう変化し始まるかというふうな、その3つの視点でやっぱりものを見ていくようにしましょうという中で、今始まったばっかりな、うん、タイムラグがあるので、うん、今始まったばっかりだというふうには見るんですよ、うん、はい、うつ病もね、うつ病も引きこもってもすぐうつ病にならないよね、うん、部屋に閉じこもって、うん、そして行くとこがなくなってね、うん、で部屋の中に、小さい部屋の中にいると、うん、やっぱり3ヶ月とかね、2ヶ月、3ヶ月、まず最低限1ヶ月ならないと、うん、うつ病でもならないよね、うん、長い無謀に希望があれば、うん、人間うつ病ならないんだよね、うんうん、長いままでこのままの希望が全くなくて自然が死んじゃないかということで悲観すると、うん、やっぱりうつ病が対人拒否病とかってなると思うんだよね、うん、今日のことにね、ミサイルのことに全力尽くすと、うん、今日のことに今日全力尽くして、うん、明日のことに全力尽くしてね、うん、で1年か1ヶ月ぐらい単位で全力尽くして、うん、体壊さないようにして、うん、ね、そのあまり無駄、ね、うん、誰も経験したことないことをよ、うん、その商売人でも誰でもね、分からないわけですよ、今の国の専門家でも、うん、草の見通しができないという時にね、うん、我々仕事がね、これ1年がどうだかってね、そんなことよりもね、うん、まずとりあえず3ヶ月間ぐらいきちっと生きていくことをね、それ体を壊さないようにしようとかね、うん、もう未成年の家族をその感染させないようにするとかね、うんうん、もう今日の、うん、まあ、今日ってはあんまり好きけども、自分と自分の家族っていうね、ね、まあ、場合ってはもうちょっと言えば、社会とかね、うん、そこを、まあ、まず自分だな、うん、自分が感染しないと、感染をしないっていうね、それで自分がその感染に詳しくはならないで、ね、家族を感染させないっていうね、そこにやっぱり一番のこう気遣って、うん、気遣って。